早速登場いただきます。フェアリーズの皆さんです。大きな拍手でお迎えください。フェアリーズです。皆さんこんにちは。フェアリーズです。こんにちは。まずはこの曲聴いてください。光の果てに。よろしくお願いします。はい、
今日は暑い中皆さん遊びに来てくださってありがとうございます。2階の方も、この後ろの方の方も見えてるので皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。井上梨香子です。皆さん暑さに負けてませんか？そしてじゃあその暑さに負けない心を最後まで持って楽しんでいてください。よろしくお願いします。はい、私たちフェアリーズはですね、夏8月の9日、東京、8月の17日、名古屋、そして8月の30日に大阪でですね、夏のツアーが決定してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、初めてツアーというものをやらさせてもらって、東京以外の名古屋や大阪にも遊びに行くので、皆さんよかったら、ビジョンファクトリーのね、公式ウェブサイトで先行販売がスタートしているので、皆さんよかったら足を運んでください。待ってます。待ってます。はい、そして今日はリリースイベントということでもう6月にも入りましたが、はい、先月の5月28日に私たちの8枚目のシングル「スーパーヒーロー」そして「ラブ・ビー・ラブ・ユー・モア」がリリースされました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ヒーローという曲の中にですね、皆さんにやってほしい動きがあるんですけれども、左手がパー、右手がグーで、この左手がパー、右手がグーをくっつけたこのスーパーヒーローポーズというものがあるんですけれども、曲中にちょくちょく出てくるので皆さんにもやってほしいのが一つで、あともう一つが右手をガッと上に上げた、この皆さんやってください。今使ってあげたポーズなんですけど、これいい、ね、リカコが命名してくれたんですけど、皆さんこのポーズなんていう名前かわかりますか？正解。結構知ってる。結構知ってる。嬉しいです。元気玉ポーズって言いますんで、皆さんもね一緒にやってほしいと思います。そして、もう一曲の Love Me Love You More という曲は、チアっぽくてみんなでなんかこう掛け声をやるところがたくさんあって、 Wow とか Hey とか一緒にできる部分がたくさんあるので、デートも一緒に盛り上がってもらえたら嬉しいなと思います。それでは、はい、抜きますか。スーパーヒーローポーズ一緒にやってくれますか？それでは聞いてください。スーパーヒーロー。
登場いただきます。今一度大きな拍手をお送りください。フェアリーズでした。